てる。感じだと俺だったらこうやっぱこうこういうふうにしちゃうかなと思うけど、はい、いや豪華感ないとやっぱりちょっと分かんない、ね、ドンってこう、はい、でも松田君の手もちっちゃいよねこれ不利だよねこんだけちっちゃいとやっぱりお互いねなんだいつも手ちっちゃいでも松田君も手ちっちゃいねでも佐田さんの方が若干ちっけかった今の同じぐらい同じぐらいまさかあれじゃない86に落としたほうがいいんじゃないまあ今ちょっとダイエットまさか86までだとなんか死んじゃいそうだねちょっと徐々に落とす徐々に40年40ぐらいはもう体気をつけながらなはいレッツありがとうございますやったらやりづらい。
ストップ。頑張れ。参りました。すげえ強すぎる。もう一回すごいな。まず2分あ、そうか、怖かった。ストップ。強い。いや、強い。できるだけしたっけ。強い。全然当たらない力。パーンって。強い。それは京都様。動画でも言ってるわ。強い。京都様。俺はもう買っていいじゃん。違うか、違うか、違う YouTube じゃない。違う YouTube じゃない。もう一度ね。びっくりした。力も当たらないからちょっとびっくりした。最初、あ、いけるかなと思ったけど、すごい高い力、こう、いや、握り負けしたっけから、あのプレッシャーかけねえで、ずらしていこうと、当てないでいこうって思ったっす。当たったらちょっと引っかかってたって言って。いや、引っかかんないから、もう分かりますもん。出て負けるって。もう何やっても、もうどの形になっても勝てないから、力の差がもう。いや、だって、右と左で腕の太さ違うの。全然全然違うっすな。もう右がやっぱりエグい。すげえ。で、あ、これが勝って、いきたい。Yeah.